伝ってまいります。打ち入りました1番手小池吉明氏、馬は天山でございます。二の的的中、三の的的中、小池吉明氏、馬は天山、二の的三の的的中でございました。で、的の掛け替えが行われております。続いての2番手は秋山和義氏、馬は水星でございます。打ち入りました。1の的的中、2の的的中、3の的的中、秋山和義氏、馬は水星、1の的、2の的、3の的、すべて的中でございました。鈴木達郎氏、馬は源太産組です。源太産組は日本古来の馬、日本馬の血を引く、和種の血を引く馬です。打ち入りました。北島守氏、馬は天の川でございます。天の川は中半血、トロッターと重種の混血のメス馬です。内国産馬で23歳、人間でいうと老人ですが、中半血は体が強いのでまだまだ30歳まで現役を継続できそうです。一の的的中、北島守氏、馬は天の川、一の的的中でございました。知ってるんだけど、天の川と九重は姉妹のように大変仲のいい馬です。先ほど天長地久の時に天の川がいなさいと言いましたが、この九重がそばにいないので心配して泣いていたというわけです。二頭はつがいのような関係でとても仲のいい馬です。仕込みました。高橋宗和氏、馬は九重、ラッシュは海に潜っていてください。馬は秋月でございます。東証ボーイの孫で走り出すとまっしぐら、上品スピードの速い馬です。二の組二番手は長谷川淳氏、馬は秋月でございます。長谷川淳氏は相模の国の白宮寒川神社のご神職でいらっしゃいます。
うん、サンカーさんでもやる。終月は非常にスピードが速く、ご観覧の皆様にも人気がある馬です。ただし扱いがとても難しい馬でもあります。本日は天山水星源太産犬天の川九重終月八竜という馬が参っております。鎌倉時代の馬と違いまして、現代の馬は大きく、またスピードも非常に速いので、いても工夫をせねばなりません。ご観覧の皆様に重ねてお願い申し上げます。写真撮影のフラッシュの使用はご遠慮ください。馬が驚いて危険です。フラッシュは絶対に使いにならないです。一の的的中。早い早い早い。